はいどうも、皆さんこんばんは、モッティでーす。さあ、今日もやっていきましょう。スプラトゥーン実況プレイ、スクエアスロッシャー使ってガチエリア、頑張っていきたいと思います。お願いします。で、巻きがつけてますけど、最近あんまり巻きがいらないかなってちょっと思い始めてますね、ギアに関しては。まあでも新しいギアができるまで、ちょっとまた別のギアをとりあえず作るまでは、このギアでいつも通りやっていこうかなと思っております。では、ガチエリア、マサワ海峡大橋アンチョビットゲームズ、頑張っていきましょう。マサワ海峡大橋の、エリアって結構久々じゃないですか。わかんないですけど、僕もしっかり記録つけてるわけじゃないんですけど、なんかものすごく久々な気がしますね。ね、マサバは矛めっちゃやってるんですけど、残り2つのルール結構やってない。かたやアンチョビはまあまんべんなくエリアもヤグラも矛もやってるかな。ヤグラちょっとやってないかなっていうぐらいですかね。さあ、まあステージが偏ってるから仕方ないところはあるけどもね。行きますか。珍しいね、プロトタイプ。なんだっけ、リペア。珍しい。リペアがいますか。ただダイナモもカーボンもなかなかいるので、しっかり塗りで勝っていけるようにしましょう。さあ、左から3人入っちゃったね。どうしようかなって感じですけど。とりあえずエリア塗る。とりあえずエリア塗る。はい。で、左から、そこにダイナモがいる。降りてきて、なんでそれ死ぬかな、死ぬかもな。マジか、あれキル取られちゃうん。へー、さあ程よく散逸してしまってるんで、ゆっくりゆっくり攻めましょう。カーボンが潜んでる可能性が十二分に高いので、よいしょ。そういうところはきっちり潰したい。ダイナモ、これ後ろが怖い。ナイスナイス。ボムペキル取って、そこになんかいる。いやー、やばい。そのこれはこう入ろうか。あ、飛んだ。マジナイス。この辺さあ、バリア吐いて、バリア吐いたのは相手、相手ですか。ここ来ない。なんか俺だけ追い詰められてた。悲しい。俺だけ無用に追い詰められてた件について。さあ、左サイドが空いてしまう。怖いですね。まあとりあえずバリアだけ吐かせて逃げて、この辺置いとく。もうちょこの辺置いとく。入られちゃうのがちょっとしょうがな。うわー、いやもうこれは下打ちですわ。いや、このカーボンは下打ちですわ。マジかよ、本当に潜むね。どこへ、どこもかしこも潜んでるわ、マジで。ここカーボン増えたね。左サイド開いたんで、味方のカバーを行く。嫌な位置にあるなぁ、スプリンクが。ほっ、消えた。俺が振った瞬間に消えた。どうしようかな。この辺ちょっと塗りサポートしとく。ここがね、真ん中突っ張ってる味方からすると多分、一番。どうしようかな。ここ？ここ？塗っといて。ここ？入っといて。引いといて。塗りをサポートしとくよ。左に入って。いやん。ビビった今、味方じゃなくて相手のボムかと思った。またこのパターンこれ。こっち行くじゃん。あ、なんかいる。なんかいる。なんかいた。倒した。ここにいる。二落ちしていって、なんだそれ。いや、こういうキルは全く意味ないキルなんですよね。味方全員死んでるタイミングでボム裏打ってのボム相打ちはあんまり意味がない。これのキルに換算しちゃいけない。さあ、どうしようかな。ちょっと辛そうっすね、これは。ちょっと一気にスペシャル吐かれたタイミングで完封されちゃったんで、ここはもうとにかく死なないで、カウント取られたとしても、うまく出ていった方が。いやー、本当に
カーボンに対する手立てがない、この武器は。まずいなぁ。まずいっすねぇ。まだでも大丈夫、諦めなければ。諦めなければ。ワンチャンスあるよ。どこ？当たんない。ナイス。ナイス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 。右サイドが辛いか？どこだ？ここ、カーボン。よし、ナイス！オッケー、どうにかカバーした。危ない。ラス1が？ここ。来ない。どうにか？ナイス？なんかいる？おー、ナイス、危ない。まあでもこれも後ろ取れてるからいけたでしょ。ちょっと危うかったですね、試合的には。ちょっと僕も無用な死に方を2つぐらいしちゃったんで、これは反省点ですね。うん。まあでも、味方も結構落ち着いてくれていたのと、まあ割としっかり、デス数が少ないっていうのがこれすごい大事ですよね。5466。うん。キル入れより全然、なんかそこの数字が相手より明らかに、低いのが、まあ、勝因だと。これは真面目に思います。なんかエリアの基礎ですね。間違いなくね。ゆっくりゆっくり入ってったのがすごい良かった。ちょっとカーボンのなぁ、あれちょっとどうにか処理の仕方もうちょっと上手くなりたいような選択的に。うん、懐入られちゃったら確定負けっていうのがなんか辛い。ノバみたいにワンチャンス残せないのが、厳しいよね。ああいうところね。どうしたらいいんだろうなぁ。まあ、もう本当にカーボンと出くわさないことを祈るしかない。ね。まあ、2戦目、頑張っていきましょう。寿司2つと黒でこう、いいんじゃない？おー、うん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 。無理的にもかなり有利だと思う。この組み合わせだったら、無用な突っ込み以外はいける。さあ、バケツ。はい、倒し。バケツは無理。バケツは一回引かせる。右サイドから誰も来てないことを祈る。左サイドか。あれ、祈って。さあ、バケツくんが反応しないよ。反応しないから戻ったのかな？行ったのかな？入った。オッケー。いいよ。置いといて。ちょっとあれを溜まるの待ちましょう、ボムラが。飛び出しすぎだなぁ、さすがに。飛び込みすぎですよ。なんで？あ、大王がいたもん。なんで？ビビった今。え、何が起こったのかと思った。あのタイミングで1キル取られるってどういうことやねんみたいな。さあ、今のは軸だ。ピーピン。やだ、怖い。嫌です。嫌です。見ないでください、私のこと。気持ち悪い。変態。変態。エリアを見なさい。変態。いや、置いてかないで。ほっ。ほっ。おいー。選択強い。ちょっとね、こういうところも処理しといて。せーの。せーの。あー、うまい、マジか。待ってたか。マジか。うめえ。今のちょっとビビったわ、今の。うめえ。さあ、取られちゃって。とりあえず、あ、通した。どうしようかな。塗りが良くないんで、あんまり出たくないですね。たまたまじゃ首取れないんだよな、直取らないと。なんかいるーし。は？マジで。めっちゃ取られてるんだが、めっちゃ取られてるんだが、なんで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 待って、カウントめちゃめちゃ取られてる件について、なんでなんでなんで、ちょっと人数有利取ってると思うんだけど。ナイス。ビビりますね。とりあえずここを割と警戒しとかないと。あー、見えん。即当たったけど残念。強引のキル速の速さですか。さあ、ナイス。外
ここでも袋工事なんて詰めちゃった方がいいと思う。で、いいところで、しっかり町が入っちゃって、どこ？いない。いない。荷落ちしてる。オッケー。オッケー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 。出る。よし。あ、俺じゃない。オッケーかな？決まったかな？おっしゃい。ナイス。これはね、多分ね、相手のシューターが出しゃばりすぎだと思う。単純に。多分、リッターと、スクイックリンは割と、なんかいいポジに行ったし、うまーくやられた感あるけど、割となんか相手の5-2とかがデス数増してんじゃない？気のせい。だろうね。っていうだけの試合だったと思う。この辺は前線やる人は、ちゃんとやっぱ意識しないといけないとこですかねっていう。そう。だ特に、アンチョビって結構エリアそんなに大きくないし、割とその、なんつうかな。あれと大きくないし、リスポからもそこそこ近いから、言うて、前線の対人が上手い人ほど強いステージなのかなって、僕は思うんですけど、なんか故に結構前線の意識とか、あと対人の上手さとかが左右する気がするね、ここのステージはね。でそこにプラス、そのリッターとかハイドラとかそういう長射程の武器のサポートとか、いいタイミングのキルとかが相まって、勝つのかなっていう、なんかそういうステージな気がするんだよな。ゆえにやっぱエリアってデス数が大事だから、デス数をいかに減らすかっていうところもちょっと重要かなっていう。いや、ちょっとそういう試合だった気がしますね。さあ、右サイド1個入ってるよ。左から先頭に入ってるんで、先ほど投げて。よし、だけど、うわぁうめぇ待ってたってか、あれだね。ブラスターの種類が変わったね。ブラスターの種類変わってました。気づいたら、ノバになってました。どうしようかな。さあ、だから若干落ち着けて。辛い、いられて辛いところにまだいられてないので。マジで？二人入ってる。すまん。あ、やったぜ。これは取れますかね。よし、止めとけば。あ、マジか！うっそー！うまいのはいいけど、ただこのタイミングでエリアが取れない。難しいぞ、これは。これ、そして取られる。どうしようかな。一回引いて、周り見ないといけないかもしれない。まあ、ちょっとブラスター的には辛いので、いきますけど。誘ってた？出たいな。出たいけど怖いな。いやー、マジで。この辺止めよう。オッケー。あのローラー起点にしよう。あのローラー起点にすれば、割と動ける。で、右サイの入るタイミングで左サイからこのボムを合わせる。マジか。うわ、当たった。バリアの配ったからうまい。なんかみんなでめっちゃ裏取りしてる。待って、マジ、それマジ。自陣ガラガラなんだけど。まずいって。まずいよ。まずいよ。自陣ガラガラすぎるよ。守るべき人間が誰もいないから、それ。ダメ。タイミング、場所意識しないと。なんで？あ、うっそ。ヤビ強いぞ。このラフィは強いぞ。やばいんだよなぁ。ちょっと怖いなぁ。ポジショニングが怖いなぁ。だから結構ね、止められちゃってるで、取られちゃってる理由、そういう理由なんだよね。結構ポジショニングがガバガバで、ガバガバなんで、一回こう、キル取り続けられたらそれでいいんだけど、キル取れないと、一回打開されちゃった時に一気に来られちゃうから、もう、みんな飛んでるから、みんな向こうサイドいるから、もう自陣ガバガバなんですよ。開いてんだよ。真ん中だけ開いちゃってるの。だからそこに飛ばれちゃって、そこ4億できてないから、結局エリアが取れてない。って僕は思うんですけど、違うのかな？違うかもしれないな。俺がデスしてるからいけないんだな。その通りだな。すごい。その通りだわ。エリア塗るわ。
試合中に反省していきたいで、ほら味方俺以外いないけど俺がエリアを見れば取れるとどっちが正しいんだか分かんなくなってくるな、こういうのは。なんかいるんですけど、さあどうしようかな、厳しいな。塗ろ、このタイミング塗ろ、塗れないんだ。やっと濡れた。そうで、ここで行っちゃダメだよ、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 後ろ空いてるから、後ろから空きだから、後ろから空きだから、行っちゃダメだよ。落ち着いてエリアの中にいて、エリアの中にいたら行けるから、エリアの中いたら勝てるから、エリアの中いたら勝てるから、エリアの中いたら勝てるから、落ち着いて。ここ俺2人か。いやー、ここに近い。どうしよう、左、ほら、エリアいてくれるじゃん、みんなエリアいてくれるじゃん、ほら、勝てるんで、ほら、もういいって、まあ、ほら、エリアいてくれるから、一気にカウント進んだやろ、それでええんやって、そうしてくれたらそれでええんやって、一番カウント進んだやん。みんなで3人で裏取りしてるタイミングより、エリアでみんなで守ってたタイミングの方が濡れたやん。そういうことやねんって。パッと、みんなにはちょっとパッと見えてないから伝わらないかもしれないけど、動画見てる人たちには。一応、味方の動きも兼ねて、実況させていただきましたけど、僕の意見が正しいどうのこうのっていうのは、別にそれは僕が正しいと思ってるだけで違うかもしれないから、それは、いいのよ。たまたま今回、裏取りが3人でいてハマらなかっただけで、もしかしたらそっちの方が強い展開もあるからさ。でも僕は今回はそういうの、味方の動きを見ながらそういう解説をしていたので、多分それが、まあ、思った通り言ったから僕の方が正しいかなって僕は思っただけの話なので、あんまりなんかもうお前偉そうだなとか言わないで。じゃなかったら僕動画上げる必要ないから。自分、この方がいいと思いますよっていうことを言うために動画上げてるんで。ね、スプラトゥーンやってる方に、まあちょっとこう、片隅にね、頭の片隅に置いていただく程度の話ができたらいいなと思いながら実況やっておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、出てん願い。なんかチラッと目に入ったよ。オッケー。ラスト行こう。1いけんだからね。これが正しくないわ。別に。いいよ。これちょっと。ラッピーですね。強そうなラッピーですね。強気ですね。強そうってか、強気です。どこ？は？違う、今、違うわ。トルネだわ。ビビった。今、トルネの影だったわ。ビビったわ。え、何？あっ。ナイスー。やば、嫌なとこにいるね。嫌なとこにいるね。かすらせたけど。ナイス！ごめん。ギリギリ間に合わなかったところですね。ここは、右サイドにバリア、小村を投球して、真ん中に詰められたらいいな、みたいな。上いない。いいとこでボムが切れる。ボムが切れる。いいよ。せーの、ここ。これだった。なんかいた。倒した。なんかバッタバッタ消えてくな。ああ、終わった。バリアはきつい。なんかバッタバッタ、行かれますね。なんだろう、これは。カウントもそんな取れてないからな。もうちょっと俺が前出てあげるべきよね。じゃあ、出るわ。当たんね。オッケー、二つ。ここを、逃げ切れない。バレスピか？これにやられてんのか？これにやられてんのか？今の 4-2 状況でもきつい。マジか。
マジか、この 4-2 状況でもきつい。となると、となると、ああ、これは無理だなぁ。それは無理だよ。それ取られちゃうのは無理だわ。今のはマジで悲しい。いやぁ、マジかぁ。あー、誰もいない。いやー、今のは悲しいな。そこ、事故らなければどうにかまだなったかもしんねえな。悔しいな、あれ。いやー、でもちょっとなー、どうだろう。どうなんだろう。そうだねー。なんか負け試合じゃないキルレッドだよね。これだったら勝てるよなー。あー、ちょっと悔しいな、これは。ちょっと僕も多分相当ミスってるし、多分前線出れなかったのが範囲だと思うので、もうちょっと前へ前へ出ること意識して、もうちょっとキル取ってあげるべきだったかなと思います。反省点ですね。はい、ではまた次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。いや、マイクラの実機を始めて早3週間、もうハマりすぎちゃってやばいです。もう完全にスプラトゥーンに回す時間がなくなっちゃって正直困ってます。どうしましょうなんていうことを言いつつね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。